ノーマルベースではあるんですが、ちょいちょい変わってるところあるので。あ、そう。多分今手に入んないじゃないですか。あの SDI の3連メーターついてるんですよ。ヒロキさん的には、うん、まあ、今乗ってもそうです、さっきも見てもらいましたけど、うん、どんなとこ一番見ますか、まずは。車の話坂の点始まりました。いや、人が一人いないですね。ちょ、どこ行ったん、山中。危ないですね。なんで段取り無視するんですか。なんで、いや、段取り無視してないですよ。 GDB 好きですよね。まあ嫌いではないけど。はい、ちょっと言いましたってことで、今回はというわけで GDB、 あの、はいはい、今回は GDB の、はいはい、なめの、まあ、アプライドでいうと C 型。おお、綺麗ですね。はい、インプレッサーを。いや、めっちゃ綺麗。仕入れてきましたので、ちょっとね、こちらのお車を紹介と、はいはい、やっぱりね、ひろきさん詳しいので、はい、詳しいね、確かにね、はい、ぜひいろいろとね、この車を買いたい人向け、インプレッサーが好きな人に向けて、インプレッサーが好きな人に向けてね、はい、たくさんね話してもらえたらなと思うので、はい、わかりました。はい、よろしくお願いします、はい。こちらのインプレッサーは、まあね、ノーマルベースではあるんですが、ちょいちょい変わってるところあるので。あ、そう、まあ、はい、パッと見ノーマルですけどね。パッと見ノーマルなんですけど、ひろきさん、はい、見てくださいよ。え、見てくださいよ。何何、キャリパーが変わってるんですよ。あ、エンドレスじゃないですか。はい、エンドレスのキャリパーが入ってます。意外とブレーキはしっかり。はい、はいはい、まあ、後ろは純正のブレンボだったんですけど、うんうん、まあ、後ろは全然だ、はい、足りますからね、はい、音足りるんで、あ、すごいですね、はい。まあ、もう外装でいうと基本的にはもうこれぐらいで、他はノーマルと、はい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 、いうことで、まあ、あとはね、後ろ STI のマフラーがついてるっていう形ですかね。すごいですね、また随分と綺麗なものを買ってきたじゃないですか、はいはい。平成15年式の距離が、まあ、15万8000キロということで、ちょっと距離は走ってるお車になるので、はい、はい、まあ、そこもまあ状態も含めて、はい、まあ、僕がね、今値段決めてるつもりなんですけど、はい、まあ、ひろきさんにご相談しながら最後の値段をね、まあ、ドンと出したいと思います。はいはい、はい、まあ、なんかパッと見走ってる感じの人じゃないですね、はい、側的に。ちょっとエンジンルーム見てみたいですけど、はい、開けましょう。新井さんの査定厳しいですからね、最近ね。あの査定ね、厳しい業者もいっぱいいますからね。査定俺厳しいよ。これは厳しいですよ。ああ、ノーマルっぽいっすね。はいはいはい。ああ、ノーマルじゃないですか。ノーマルです。ああ、ラジエーター、はい、まあ GDB はラジエーター絶対あの純正だと上のカシ目から吹いちゃうんで、あのアルミ遅かれ早かれ、もしまだ純正使ってる方いたらアルミ の, あのラジエーターにしとくのをおすすめします。はい、まあこれ割と王道な感じですね。だいたい上が吹いちゃうんで、うん、でも思ったより綺麗ですね。なんかゴムもそんな硬くないし、うんうん、ああ全然、ああでも、おお、だいぶ綺麗だと思いますよ、はい、はいはい。あとはね、内装の方も見て、そうですね、基本ノーマルで、多分今手に入んないじゃないですか。あの STI の3連メーターついてるんですよ。ああ、 STI の3連メーターは結構今あれですね、あの廃盤なんで、ゲノムの STI はこれだけで結構いい値段しますよ、はい。ああ、いいっすね。ああ、いいですね、これ。これ欲しかったんですけど、自分の GDB ついてないんですよ、これ実は。え、ついてないんですか。ついてないです。多分これ A、B、C、 C です。 C か、はい。前期 A、B、C、D 型ぐらいまでついてるのかな。それ以降、高止めはこれついてなかった印象があるんで、これいいっすよね。俺これ結構欲しかったんですけど、まあ、シートもノーマルだし、割と全体的に綺麗な、はい、まあ、ウォータースプレーもついてて、特になんか色あせてたりとかそういうところもなく、そうです、距離と、まあ、年式、はいはいはい、考えるとかなり綺麗なんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、はい、いいんじゃないですか。これは割と掘り出し物な気がしますけど、まあ、あとはちょっとエンジンもかけていただいて、エンジンかけてみますか、はい。お、動きますね、メーターも全部、はい。おお、エンジンも割としっかりと。ちょっとせっかくなんで後ろを見てみますか。はい、トランクも開けて、ああ、綺麗じゃないですか、内装。てかトランク広いですね、改めて見ると。まあね、はい、トランク広いんですよ。全然これ人入れますよ。人入れます。ちょっと山中さん中入ってもらって、はい、なんか次起こること予想つきますね、皆さん中入ってもらって、このまま思想って言われて、はい、ダメです。トランクの道路交通法的にダメです。トランクのほら見てください、これだって人普通に入れるんですよ。え、閉めるの、あー、まあ、すごい、真っ暗ですよ、真っ暗、問題なく入るんで、まあ結構
え、キーはトランクの中？積み、ね、積めるなというところではありますけど、あ、いいっすね、マフラーも。これ STI も純正で、あの結構音もそれなりに、あの踏めば出るんですけど、アイドリングの時こうやって静かなんで、割と乗っててもあのすごいいいかなっていう感じの車ではありますけど、まあじゃあせっかくなんでちょっとあの思想の方行ってみたいかな。待てあれなんか聞こえますね。ちょっと一回開けてみますかちょっとなんかトランクがうるさかったんですけど、バックスザフューチャーみたいじゃないですかいやでも本当に広いですよね。だって普通に乗れますから。そう、ただ俺唯一や、これの不満点はあれなんですよ。純正で真ん中のトンネルしか開かないんですよ。あの倒れないですよね。そう、前にバタって倒れればもっと荷室の車載がすごい良くなるんですけど、あくまでこのセダンタイプのやつは開くのがその真ん中のところ、そこしか開かないんですよね。だからこのそうそうそう、ハッチバックみたいな、ね、そうそう、センタートンネルのみしか開かないんで、そこが唯一の俺の不満点でありますけど、まあこれはこういう車なんでしょうがないかなというところであります。はい、じゃあ行ってみますか。はい、というわけで試乗に行きたいと思います。はい、ああでも意外とこれしっかりしてるわ。あの結構ブッシュ周りがだいぶしっかりしてますね。それはどういうところから判断するんですか？いや、もうシフト入れた時とアクセル踏んだ時にこう伝わってくるインフォメーションが全然違うもん、ね、なるほど。ボディも全然やれてないですし、うん、すごいボディもしっかりしてるわ。まあね、スポーツカーらしい、ね、ちょっとゴツゴツ感というか、そう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 、足回りの硬さですよね。あ、すごいな、意外と全然これ飛ばしてなかったんだろうな。ボディはやれてないですね、全然。だって例えば新車状態で買ってきて俺みたいなのが1万キロ乗ったら、もう多分普通の人でいう30万キロぐらいの負荷がかかるわけですよ。なるほど。乗る人によって違います、正直。まあそうですよね、確かに。だから全然負荷をかけないで、もう一般的に乗ってる人が20万キロ乗っても多分俺が運転する1000キロにも満たない負荷になるんで、だから意外とそういうところはありますよね、乗ってると、うん、エアコンもちゃんと効くし。エアコン効くのでかいっす、やっぱりね。多分世の中にはやっぱり GDB 欲しい人、うんうん、まだまだいっぱいいると思うんですけど、まあね、ひろきさん的には、うん、まあ、今乗ってもそうです、さっきも見てもらいましたけど、うん、どんなとこ一番見ますか？まずはまずはホース類ですかね。特にラジエーター周りのホースね、はい、が一番やっぱ固着、まあ硬くなって経年劣化でゴムが硬くなって、そこからクーラント吹き始めるんで、まずゴム系のホースを触ってみて、ちゃんと柔らかいかどうかを見て、であとはやっぱラジエーターっすよね。ラジエーター、ラジエーターを割とアルミにしてあった方が安心するタイプですね。どっちにしろ結構もう10万キロぐらいで1回上のカシメの部分が吹いちゃうので、まあね、どんな車でやっぱり樹脂なんて割れちゃいますよね。ラリーレプリカとかにしてもいいですしね。山中さんがやってくれますか？じゃあ、いや、やりませんよ僕は。ラリーレプリカで、いやいやいや、早いじゃないですか。いいっすね、軽いっすね。そうですね、ちょっとドッカンな感じもしますね。まあまあまあ、まあ、この当時の車はある程度ドッカンですよ。まあ、今となってはね、本当にほぼノーマルの車なんてなくなってきましたからね。まあまあ確かに、ちゃんとブーストもかかるし。そうですね。あ、ブレーキもちゃんとしてる。あ、止まるわ、まあ、遊びがない。エンドレスのキャリパーですからね。あ、ちっ、やっぱキャリパーの剛性感って大事なんだな。うん、なかなかその純正とね、その車外を知ってる人じゃないとわからないところの一つですよね。そうそうそう、すごい上がってくんで、座面がどんどんめっちゃ上がりますね。そう、結構上がるんだ。これが一番上だから身長が低くても全然大丈夫。
はい、ひろきさん、はい、一周してきました。してきましたね、はい、でもどうでしたか、改めてこの20年前のこの GDB、うんうんうん、多分予測なんですけど、この車は前オーナーがまあワンオーナーということもあって、全然痛めつけられてないですね。なんかサーキット行ったとかそういう感じの車じゃないですね。この当時だと結構、まあぶっちゃけ1年間乗ると割とボディって少しずつ柔らかくなってくるんですけど、その感じが一切ないんで、まだ全然全然本当に通勤とか移動だけで使ってたんだなっていう感じがしますね、はいはい、なんで割と距離は15万キロそうですの割には乗ってる感じ、ボディ的な感じは2万キロ、まあまあゴムブッシュとかが結構まあそこら辺は経年劣化しちゃうんで仕方ないんですけど、まあだから全然乗っててすごいいいなって、はい、なんか全然その距離相応じゃない、全然、うんうん、ちゃんといろいろメンテナンスもされてきたんだなっていう感じがするんで、まあ割と数字、まあそこを距離でまあ皆さん見がちですけど、俺なんか逆にこう距離がいっててもこう全然しばかれてない車を買うのが一番お得だと思ってる派閥なんで。あとやっぱりね、メンテナンスされてたかどうかも大事ですよね。そう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 、だから普通にメンテナンスされてないと1万キロでも車壊れたりとかするんで、新車割と VAB とかもそういうまあ車をちょくちょく見てきてるんで、まあそれを考えると割と全然、まあアクセル踏んだ時のトルクの滑らかさとブーストの立ち上がりはものすごい良かったんで、だから全然全然まだまだこれからかなっていう感じの車ではあります。はい、はい、ひろきさんからお墨付きをいただきました。こちらのお車はですね、うん、今150万円で車両本体価格で、はいはい、販売をさせていただいております、はい、いいじゃないですか、はい、まあね、ちょっとね塗装の部分とかも、うんうん、若干やれっていうのはもちろんあるので、まあ、そこはねいろいろご相談させていただきながら、いい状態でね、ご納車できるように、はい、アヘッドモーターサービスとしてやらせていただいているということですので、はい、ぜひね、はい、お問い合わせいただいてね、ひろきさんにもねぜひね相談、まあまあ全然聞いてもらえ、もしこの後何かこう入れていきたいですよとか、いろいろそのチューニングの面で何かあるのであれば、まあ、チューニングって一言に言うとなんかパワー上げていじってって意味合いのあれが強いですけど、イメージするのは、でもチューンってバランスを取るってことなんで、直すこともチューニングの一つだし、まあ早くするのもチューニングの一つだし、早くしながら壊れない車を作るっていうのもチューニングの一つなんで、まあいろいろそういったところも含めて相談してもらえればなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、また次回も何か車、はい、ひろきさん持ってきますんで、はい、ぜひまたね、はい、乗ってレビューしていただきたいと思います。 OK です、はい、はい、ということで、はい、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。めっちゃ噛むやん。噛みました。噛む、ね、許してください。今日噛む日、はい、暑いんでね。ああ、そう、はい、全く関係ないけどね。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。